こんにちは。こんばんは。はい。でお名前どうぞ。はい、千束池のたこ焼き屋笛吹きの伊号です。はい、キングレコードの山本明です。はい、そのマネージャーのジャンボ小林でございます。はい、だけでいつものメンバーです。はい、はい、よろしくお願いします。そして千束池です。はい、はい、バックに千束池がそうですねありますが、はい、はい、今日は何があるんでしょうか。はい、ちょっと見えると思いますけど、はい、今日は今準備中ですが、はい、灯籠流しをやります。はい、はい、千束池で、うん、名物というか毎年恒例なんです。そうです。去年、はい、実は台風でね中止になっちゃったんで、はい、おととし一緒に見ましたよね。一緒に見ましたね。はい、はいはい、その灯籠流しをですね、はい、この特別に屋上で、うん、そうなんですよね、はい、これ千束池で近所の人はよくわかると思いますけど、中原街道のところにすぐレストランがありますけど、はい、特別に屋上に入れてもらいまして。そうですね、はい、説明したいんですけど、はい、多分あそこのところがあれが千束池の言われになった日蓮聖人が足を洗った場所です、うん、はい、そうです、はい、それで千束池と言います。なるほどね、はい、で向こう側はちょっと見えないんですけど、左側が太鼓橋がありまして、向こう側が源頼朝が宇治川の決戦だったかな、うん、に行った時のここから出陣したと言われる、そこでやる灯籠流しですね。詳しいですね、伊号さん。さすがに驚きましたよ。中学生。はい、はい、その灯籠流しなんですけど、今日は、2カメで撮りたいと思います。はい、はい、まずこちらでまず1箇所。そうですね、はい、ジャンボさん、山本さん、ジャンボさんと私でコンビとして、はい、はい、撮ってもらいまして、はい、僕たちは近場の方に行って、そうですね、はい、近いところで撮りたいと思いますんで、ボート乗りながら撮りたいなと思ってます。はい、転覆しないようにしてくださいよ。はい、そうですね。いやだな。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。ますさて、今かと8時間本当に興奮してきました。今ですね、もうすぐ灯籠流しが始まります。その前に、現在お経をあげられている、様子です。幻想的ですね。ジャンボさん、いかがですか。いや、幻想的ですよね。まもなくですね、そうです、なんか興奮しますね、はい、大晦日みたいな感じでございましてね、なんか十夜の鐘をね、はい、またとりあえず洗った場所行きますか。はい、はい、じゃあ伊号さん、はい、はい、今ボート乗りました。はい、久しぶりで今、はい、かなり感覚を戻すのが大変です。私たちは、はい、レストランのところから、そうですね、撮られてますけど、ボートに乗っております。はい、はい、で近いところから撮りたいと思います。はい、じゃあ人たちに合図してみましょうか。はい、まあ、とりあえずあんまりね、灯籠流しなので照明を使わないようにできるだけしたいと思います。はい、はい、じゃあ頑張りましょう。頑張りましょう。スピードこのくらいしか出ませんけどいいですね。はい、ちょっと今日は暗いので、はい、カメラもナイト仕様にしてみます。あ、そうですか。はい、だからちょっと動きがいつもより鈍いと思います。俺も暗くて前後ろがよくわかんないです。ぶつかりはないですね、はい、このくらいでいいですか。はい、まあ、まずまっすぐまっすぐまっすぐ、はい、さあ皆さん灯籠の流しを見るの、あ、見る、はい、そうですね。あ、ここが日蓮さんの足を洗った場所ですね。はい、はい、満杯です。満杯ですね、はい、このくらいでいいですか。かわいいやす、いくつか食べてきます。あ、皆さん見てますね。はい、じゃあ誘導しましょうか。後ろに今はまだ明かりがついておりません、はいはい、灯籠がついておりません、このあと間もなく灯籠が流されるね。これさっきもね、伊号さんがご説明してましたけどね、お盆の送り火だそうでございます。そうなんですね、東京はね、そう、東京は7月がお盆で、はい、そうなんですね、東大地方は8月がお盆なんですね、はい、で東京のお盆、今日はまさに16日で送り火と、天国にお戻りください、この灯籠に乗ってという儀式だそうでございます、はい、ロマンチックですよ ね、 ね、考えてみたら、うちの亡くなった父五郎さんもここに降りてきてるんですかね。あ、じゃあ今日は、来てるかもしれない、ね、実は今日はですね、はい、千束池で決闘で、奪われた母例の話ですよね。雅子さん、雅子さん、雅子さん、ちょっとこっちいらっしゃい。
今日は、はい、ここで喋るね、はい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 、あのカメラ向かって、お母さんです、はい、お母さんです、はい、お母さん雅子でございます。あと明るく編集してくれんかもしれませんけどもね、はい、この方から私生まれました。この方がですね、専属池で血統に、血統の商品になった商品ってわけじゃないけどね、有名なね、ジャンボさんのエピソードなんですけども、ね、なんかお母さん一言じゃ喋ってくださいカメラに向かって、はい、いやだ懐かしいわでしょ、ね、なんか昔思い出します。灯籠流しは見たことありますか？はい、 あるんですね。あるの、ここでの、うん、あ、そう、あのなんだっけ、中信じゃなくて、うん、あの荏原町で働いてたもんで。あ、そうですか。じゃあ昔から行われてたんですね、この灯籠流しは。なんとですね、今日はですね、私の姉も来てまして、君江さんいらっしゃいですか？はい、ありがとうございます。なんか一言どうぞ。とても厳かで、もう流し始めてます、はい、映ってます、映ってます。じゃあ私たちの出演はまた後ほどということでね、はい、ちょっとしばらく灯籠流しをご覧いただきましょう。ありがとうございます。君江さんと雅子さんでした、はい、動いちゃうとね、あれですね、そのさっきのところからスピーカーから音が出てますので。そうですね、結構な音が出てます、ね、いい感じですね、はい、暗闇の中、池の中でね、こうやって、あ、綺麗だ。今年は風がないから浮かんでますね、すげえ綺麗。はい、じゃあこの辺でちょっと止まってもらって、はい、はい、ゆっくりで、はい、これからまだどんどん増えますからね。おー、綺麗綺麗。本当に流し始めましたね。ここですね。ああ、目が出てきましたよ。ああ、来ました。あ、湖全体に来てますよ。ほら、ね、来てますよ。来てますよ。幻想的で。ねえ。ああ。来てますね。普段なかなか見れない。そうですね。こういったね。ちょうどあの場所からですね。この今ズームしてますけど、この場所から、この場所ですね。はい。お経が読まれてますね。そうですね。はい。ここから流してるってことですね。はい、ああ、なんとなく見えますけどもね。そうですね。あ、結構まんべんなく一見にね、灯籠が流れ始めましたね。綺麗綺麗。ゆっくりゆっくりと、はい、池の上を灯籠が流れてます。そうですね。徐々に増えていってますね。灯籠のそばに来ました。そうですね、はい、こういう感じです。みんながああいう風に流してくれてます。そうですね、これ灯籠流しの、灯籠を流すのは誰でもできるんですよね、はい、できます。あの宗教関係なしに、はい、はい、1個1100円、そうですね、今年1100円で、はい、はい、みんな子供たちも見てますよ、はい、見てますか？あっちで見てます。あ、本当だ、本当だ、見えない。じゃあ公園の方行きますか？そうです、ね、公園の方が集まってますよ。あ、はい、いい子たち。今日の風はあの、はい、多分西から東にちょっと吹いてるから、はい、こっちのあの公園集まってます。あ、ということはあれだ、あの神社の方には行かないっていうことですね。多分ほら神社、ほら神社あっち。本当だ。神社今3つぐらいしか見えないんですよ。みんなこっち側に来ちゃってるんだ。そうですね。僕たちに声が、うん、こんにちはって言うか。うん。たこ焼き笛吹きでございますって言った方がいいですよ。一人前480円でございます。いや、知ってるよーって言われて。チョコ焼きのがいいよ。よし。
ねえ、あの、あの、いらっしゃい。暗くてな、な、ねえ、みんなの姿を映そうと思ってたけど、暗くて映す。でもいい感じで、灯籠は、映ってます。はい、ちょうど右手にお客さんがいっぱい。あ、本当だ。ギャラリーが。みんな、こんばんは。あ、本当綺麗だ。たこ焼き屋です。みんなで今。たこ焼き屋です。今1コムで映してますから。1コムね。1コムで映ります。いつもたこ焼き1コムっていう。あ、本当に綺麗に映ってますね。そうですね。カメラ的には何かいるのは映ってますけど。あ、そうですか。人間らしきものがみたいな。そうですね。あ、いい子たちがみんないるわ。うん、今テレビで撮影してますからね。はい、ね、綺麗だ ね、 ね、暗いから映んないの。あ、でもちょっと映った。映りました。はい、光っちゃうかな。あ、こんな感じになっちゃった。あ、そうですね。ね、お経が、ね、この専属池中に響いてます。響いてますね、はい、中継で撮れてるといいんですけど ね、 そ、 ねそちらどうですかみたいなね、話が聞くと本当にいいんですけども、はい、ね、なかなか離れてますからね。映像は出てたんだけどやってることアナログですからねなかなか。あと、あの、番組ご覧のお客様、あの、山本明の丸見えラジオ、はい、絶賛放送中ですのでね、ぜひともこちらの方もご覧いただきたいと思います。テクテクテレビの中で、まあ、インターネットで山本明の丸見えラジオと検索していただきましてね、ドーンと映ることになってますので、はい、ぜひこちらをご覧いただきたいと思います。山本さん、幻想的だね、本当に。そうですね、映ってますか。うっすらと、シルエットで、シルエットで、シルエットロマンス。じゃあここで一曲歌ってみますかなんちゃって結構灯籠が流れてます、はい、もうボートの方はね、今続々と、うん、戻ってきてますけど。そうですね、対岸の方ではフラッシュ撮影のね、明かりがちらほらと、そうですね、見えますね。また、これから夏が過ぎて秋になりましてね、紅葉シーズンが来てまいりまして、こちらの千束池の紅葉がまた見事でございましてね、四季折々楽しめる千束池ですね。本当に帰りにはぜひたこ焼き以後、こちらが美味しいんですよ。ちなみに以後さん、たこ焼きのね、あ、笛吹きね、たこ焼き笛吹き、近年中にですね、この建物も、取り壊されまして、ちょっと寂しくなりますけれど も、はい、けども、駅から千束池がもう一望できる、そういう駅を作るという、ことらしいですね。そうですね、はい、でもうそろそろあれでしょうかね、千束池の灯籠も徐々に流されて、うん、はい、で対岸の方に。じゃあ戻りましょうか。はい、戻ります。じゃあこれ一回戻ります。あ、すごい、みんないらっしゃる。今ゆうこさんたちのね、ボートが見えますかね、来ました。ここに映ってますね、ゆうこさんたちのボートですね、今ゆうこさんと上川さんがねボートに乗ってます。このボートですね、間違いないですね、間違いないです ね、 ですね。ちょうどあのボート小屋のですね、電気がつきまして明るくなりましてね、いい感じでございます。ゆうこさんがボートを漕ぎ、上川さんがカメラを回すというね、ベストカップルでございますね面白いですね。ちょっと待ってね。はいはい、全然問題ないです、はい、どうでしたですか。いやー、もうすごい幻想的で ね、 感動しましたよ。屋上から見れたってことは、うん、はい、もうなおロマンチックでしたね。これはちょっと自慢できるかもしれない、屋上で登れたんだよっていうの。本当最高でしたよ、うん、もうあの、なんていうんですかね、
とても幻想的な気分になりましてね、はい、あのなんと神様がね変えられる送り火ですからね、はい、その幻あのねなんと幻想じゃなくてなんていうの厳粛な厳粛なね、趣にも浸されました、ね、はいはい、ちなみに映像は撮れましたですか。映像はなかなかいい映像が真っ暗ですかね映像でも灯籠はね綺麗に多分映ってると思う、ね、それは映ってると思ういや本当ね、はい、あの今回ちょっと夜の撮影、うん、しかも灯籠で照明も使えないってことなんで、うんはい、どういう風に撮れるかがちょっと分からなかったんですよね。すごくね、はい、あのただ声はしっかりであのレポートしましたので、はい、しっかり編集して使っていただきたいと思いますよ。わかりました。スマホで写真も撮りましたんでね。あ、すごい。写真はバッチリです。すごいですね、うん、はい。じゃあ、あとはちょっとお話聞けるんですかね、担当の方にいろいろ。あの、あの、あの、教会の、はい、はい、じゃあこの後ですか。はい、そうですね、下に、ね、はい、じゃあ行ってみたいと思います。はい、ぜひ。はい、はい、ありがとうございました。去年ね、台風でしたね、はい、この通り、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、力いっぱい、こう。そうですね。そうですね。たくさんいただきました、ね。そうですね。はい、皆さんのおかげで。なんか今までちょっと天気悪かったりしましたけど、今日、今年は無事に成功ですね。あの、はい、道路直し。はい、求めさせていただきました。なるほど。これもあの、地元のね、はい、あの皆さんご協力賜物でございます。なるほど。またあのこうしてですね、はい、取材までいただいて、はい、なんか、はい、はい、はい、で遠くからも皆さんね見に来ていらっしゃって、はい、あ、そうですか、はい、はい、ね、これは毎年この時期で決まってるんですか。もう毎年ね、はい、7月16日16日ですね、はい、お盆送り火の日に、送り火ですね、はい、あ、そうそう、はい、私必ずあのお勤めさせていただいております。す、ね、今年はねあの土曜日でしたもんね、はい、あ、土曜日なんだ ね、だからね随分、うん、この灯籠のやつは誰でも一応できるんですか。この流したいという人、今日伊藤さんが、僕もね、そのいわゆる 宗教的なものは特に関係なく、ああもうあの宗派関係なく問いません。はい、問いません、はい、なるほど。じゃちょっともしよかったらね、はい、討論お流しになって、そうですね、僕豊島区ですけど、はい、お店がそこなんで、はい、駅前のたこ焼き屋なんで、はい、父親とおじさんおばさんをよく存じ上げて、はい、こちらこういうことをね、こういう行事と、そうですよね、ちょっ と一瞬東京だってことを忘れそうになるくらい、本当に今日は厳粛的な幻想的な、ずっとお経をあげられてた。あ、そう、自分はね、中でお勤めしてましたけど、こちらの様子はね、はい、あ、そっか、そうなんですね、ずっとね、こちらで、はい、やられてたんで、はい、だから、ね、そうなんですね。あとクラシック的な、ね、音楽も流れたりとか、雰囲気を醸し出す、はい、あの、演出もとても素晴らしいと思いました。はい、あ、それはそう、それもやっぱり、いろんな方々の支援の、あ、なるほどね。じゃあちょっとあちらの方始まったみたいなので、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、お邪魔しました。ありがとうございました。また行って。